皆さんこんにちは。クリスチャンの寄り道へようこそ。私はイスラエル・マユミと申します。今日は「焦ったけど神様によって守られた経験」というテーマでお話しさせていただきます。20年くらい前に使わされたイスラエル派遣でのお話です。当時私は長崎の教会でミッションスタッフとして奉仕をさせていただいてました。 その時のイスラエル派遣では300名を超える大人数であったため現在のように東京の空港に全員が集まってから出発するというのではなく福岡空港に九州方面からの参加者を集まりそこから出発し現地で合流することになっていたと記憶しています。福岡空港に着いた時旅行会社のスタッフの方が 私たちの航空チケットを用意して待っていてくださいました。その方から皆さんのチケットを受け取って私ともう一人のミッションスタッフとで皆さんにチケットを渡しし東京の空港へ出発しました。ところが東京に着いてから副リーダーをしておられた牧師さんから私のイスラエル行きのチケットはと言われました。私はその時 と思いました私が直接チケットをお渡ししたのではないのですがもう一人のスタッフの方が確かにその牧師さんにチケットを渡しているのを見ていたからですそこでお渡ししたと思いますがと申し上げるとその牧師さんは「あれは奥さんので自分のはもらっていない」と言われるのです私たちは焦りました その牧師さんのチケットが私たちの手元になかったからです。私たちはよく確認しなかったことを悔い改め、このことが許されたことを感謝しました。なぜ感謝するかと言いますと、すべてのことは神様の許しのもとにあり、そのことの裏側に神様が用意されている祝福があることを聖書から学んでいたからです。 全てのことに感謝することは神様が望んでおられることで、それに従うときに全てが駅に帰られるという神様の約束だからです。私たち二人は悔い改めをし、感謝しつつ、すぐに旅行会社の方に連絡を入れたところ、副リーダーのイスラエル行きのチケットだけ、なぜか渡されてなかったことが分かりました。 もうすぐ搭乗手続きが始まるというのに私たちは焦りまくりましたができることは神様に感謝することだけでしたその間にも旅行会社の方が航空会社の方に直接連絡されご自分のミスであることを言われなんとかチケットを発行していただけないかと交渉してくださりなんとかチケットを再発行していただけることとなって 無事に出発することができました私たちは神様が守ってくださったことに心から感謝し飛行機に乗り込みましたしかし喜んだのもつかの間その後トランジット先でもあることが許されましたそれは飛行機の中で私はミッションの仕事をしていたのですがその作業を終えた時ちょうど 機内食が運ばれてきて、大事な仕事道具が入ったポーチを上の戸棚の荷物の中に入れることができず、自分の座席の下に置くこととなりました。ところが私はそのことをすっかり忘れてしまったのです。そのことを思い出したのは、トラ,ジトランジット先で乗り換えの航空便の準備ができ、さあいよいよその飛行機に乗り込もうとした時でした。私はまた。 焦りまくりままくしたそのポーチがなければミッションスタッフとしての働きに支障をきたしてしまうものだったからです。私は心の中で再びうっかり忘れてしまったことの悔い改めとこのことが許されたことへの感謝をしつつ副リーダーの許可を得てそのポーチを見つけに元のところへ戻ろうとした瞬間航空会社のスタッフの方がそのポーチを高々と掲げて その持ち主を探しておられる姿を見つけました。私は即手を挙げて、それは私のですと言って受け取りました。この時このスタッフの方が私の荷物に気がついてくださらなかったら、またこのタイミングで持ってきてくださらなかったらと思うとぞっとしました。私は危ういところでイスラエルに行けなくなるところでした。私は安堵し、 二度までも守ってくださった神様に心からの感謝を捧げました最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた